で、ユズルにこう言ったんです。羽生と共に君とオリンピックの表彰台に上ることとなった。実はこれが君と戦う最後の試合なんだ。その表彰の直前、僕は引退するって。リンクサイドに集まった3人のメダリスト。実はあの時までは誰にも言っていませんでした。誰にも。フェルナンデスがヨーロッパ選手権に出る約束はあったんですが、ユズルは日本の選手なのでヨーロッパ選手権には出場しない。だから、そして本当に何かを告げたフェルナンデス。今しかないと思って伝えたんです。何を話しているかは聞こえない。でもユズルには最悪だなお前と言われましたよ。だってあんなタイミングで伝えたから。最悪だな。でも僕はここだと思ったんです。最高の戦いの後だ。涙が止まらない羽生。一番告げたい相手と一番いい場所にいられて、語られたことはなかった。本当に良かったよ。